愛媛の笑顔発信、姫推し。日本赤十字社愛媛県支部会議室に集まっているのは、県内4大学で構成する日赤の学生ボランティアの皆さん。今年度の活動方針を話し合っています。16歳から29歳の献血者は7413人で、全体の 18.5%、 令和4年のマイナス 10% の減少です。私たちは献血者に呼びかけをするべきだと思います。以上で終わります。およそ30年前、若年層の献血者は全体の7割を占めていましたが、今では3割までに減少。安定的な血液確保のために若年層に協力してもらうことが大きな課題になっています。この日、学生ボランティアのメンバーは松山市内の学園祭で献血を呼びかけます。およそ6時間の活動中、51名が献血に協力。中には初めての方も。思ったよりは全然痛くないっていうか、違和感も全然なくて良かったです。ボランティアとしてすごくいい行動だなと思いました。今日活動してみてどうでしたか？そうですね、私たちはいつもこんな感じで呼びかけをしているんですけど、なかなか一歩踏み出せないっていう方が多くいらっしゃったので、呼びかけの難しさっていうのも新たに実感することができましたね。やっぱ人の命を自分でも救うことができるっていう実感を持っていただいて、私たちと一緒にその一歩を踏み出してほしいなと思います。今週の姫推しポイント、献血するならスマホアプリラブラッド、ウェブ予約もできて便利です。皆さんのご協力をお願いします。